皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。TOKIO、松岡昌弘がパーソナリティを務めるラジオ、松岡昌弘の彩り先先端、ファイ5 3月3日放送会では、地方のバーで偶然出会った一般客との交流エピソードを語る場面があった。松岡昌弘、札幌の立ち飲み屋で客や店員と記念写真。松岡昌弘、 入ったバーで若者の相談に乗る。松岡昌宏がバーで出会った若者にプレゼントしたもの TOKIO 松岡昌宏札幌の立ち飲み屋で一人飲み客や店員と記念写真も松岡はこの日最近仕事の都合で1年半ぶりに北海道札幌を訪れたことをリスナーに報告仕事がある前日に現地に向かい 仕事を終えてから打ち上げに参加したためもう一泊し、翌日に帰郷するという2泊3日の滞在だったそう。もう液体窒素はやめて、首のイボは3日こんにゃくぬりぬり、で取れすぎる。PR、なお、打ち上げまで2時間ほど空き時間があったといい、その間に札幌の町で一人飲みをしたとのこと。立ち飲み屋に入り、自身も CM を務めた札幌クラシックビールをチョイスし、 おつまみ2から3品をつまんでいたところ、その場に居合わせた客が話しかけてきたのだとか。横にいるおじちゃんが、今日は撮影じゃないんですかって言うから、今日撮影じゃないんですよって言って、仕事はもう終わってしまって、これから打ち上げなんで先にいっぱいやってるんですと説明したという。それからは、話しかけてきた男性と、逆側に座っていた男性。 さらにその横に座っていた女性も含め、1時間半ほど訳のあいあいとトークしながらお酒を楽しみ、最後にみんなで記念写真を撮ったそう。店を出ると、店のスタッフたちもみんな表に出てきたため、彼らとも記念写真を撮ったという。時を松岡昌宏、吸い寄せられるように、入ったバーで20代若者の相談に乗る。その後に参加した仕事の打ち上げには、 ちょっと自分のゆかりのある人たちも結構集まってくれたと言い松岡はディレクターたちとさらに小さな打ち上げを行うべくスタッフの親戚のおばさんがやっているというスナックへ移動その回もお開きになり雪道に,に滑りそうになりながらホテルに向かって歩いていたところホテルの斜め前にバーを見つけたとかすると結構お酒飲んだけど寝酒に一杯という気持ちになり 吸い寄せられるように店に店入ったそ,うそこでウイスキーを飲んでいると「もしかして松岡さんですか何でここにいるんですか?」と横に座っていた23歳と24歳だという若者2人が話しかけてきたため松岡は「そうだよいや俺もともと札幌が地元なんだよ」と返しそのまま店のマスターも交えて一緒に飲む流れになったとか。 松岡は、よよ、くある光景ですよ全国どこででも見る光景なんですがと笑いながら若者らとのやり取りを再現しそんなことをわちゃわちゃ言ってたら一杯が二杯二杯が四杯になりまして笑と結局長い時間過ごしてしまったと振り返った時を松岡正宏バーで出会った若者にプレゼントしたものとは 一方、若者の一人は松岡に悩み相談をしてきたそうだが、酒が入ったことで若者も、元気になった、わら、と言い、松岡さん、これ自分がしてるメガネなんですけど、これ、ど入ってないんですけど、6800円もしたんですよ、今、松岡さんがしてるメガネと交換してもらえませんかとおねだりしてきたのだとか、まさかの発言に、え、と驚きつつ、いや、 俺のメガネ、そんなしないよ。これ、露店で買ったやつだから、と返答すると、若者が、マジですか、ちょっとかけさせてもらってもいいですかと言ってきたため、メガネを手渡したところ、どうすか僕の方が似合いませんかと言ってきたため、松岡は、わかった、わかった、って、お酒も入ってますしね、そんな高いもんじゃないんで、と、メガネをプレゼントしたという。 いいよ、やる、いい、もうかけとけ、松岡、マジですか返しませんよ、若者、いい、いい。で、お前のメガネ入らない、松岡、などやりとりを再現しながら、松岡はその状況を思い出したのか大笑い。最後に、でもなんかそうやってね、初めて会った若者からもパワーをもらった、と楽しそうに語っていたのだった。この日のトークを受け、 ネット上では飲み屋で何枚写真撮ったって。いいなーリアル彩り先先端お悩みコーナー。どこで飲み歩けば相談できますかわらと羨む声が寄せられていたどこだと思いますか次は CU でした。